はい、皆さんおはようございます。こちらは、ラスベガスデイ3朝10時を回ったところでございます。で、本日の予定はですね、12時から、ラスベガスコンベンションセンターエボの会場でですね、僕はヒットボックスの、サイン会をやらせていただきます。そしてその後、3時からですね、いよいよエボの、初日の試合がプールが始まるわけでございます。果たして無事に、私は抜けれるのかどうか、ドキドキしてるわけでありますが、まあ、準備はね、昨日もすごいいい練習させてもらったんで万端と言えるんじゃないでしょうか。それでは早速行ってみましょう。これからね、エボリューションの会場に向かいたいと思います。もうすぐ近くですね。今日も暑いね。まあでもまた太陽がね、どっかにか今ね、雲に隠れてるんですわ。なのでまだ過ごしやすいです。歩いて1分だな、これ入り口まで。でもどうやらですね、エボこの会場でやったこと1回だけあるみたいなんですよ。2015、桃地がストリートファイター4で優勝した時かな。いやでもそれシーザーズパレスだっけな、あんまり覚えてないんだよな。2016からストリートファイター5になって、それからねずっとマンダレイベイだったんですよ。だからその前なのは確かなんだけど、ここが会場。はーい、はい、さあ会場インです。はい、もう10時から組はプレイをして、今日ね、勝ち抜いたプレイヤーはもういると思います。僕は試合が3時から。あ、もうこの時間は空いてるね。朝は長蛇の列だと聞いていたんですが、メインエントランスこっちか。まずはヒットボックスのブースへ行って安心しておきましょうか。で、ここはアーティスト部門かな。キリアルキボジェでもありましたね、3ヶ月前。今回も何かやるのかな。レジェンズラウンジ、あ、多分ね、誰かやってんだろうな。誰がやってんだろう。今回は僕はお呼ばれしてないです。あ、でもこれキリアラウンジそっくりだ。この座る感じとか、僕はエボジャパンでやらせてもらった時とすごい近いです。お、ヒットボックス、こちらヒットボックスブースに来ております。今ですね、様々なプレイヤーが収容しているところなのですが、こちらの今ね、NL 昨日ね、ロストしたパッケージをなんとかゲットすることができて、で、今キャミーがすごい気に入ってるみたいです。 Do you like Cammy? I think Cammy top 3. Oh, top 3. No, I try. Oh, you try. はい、NL はついにキャミーに興味津々みたいです。How do you feel this new button? Is it okay? I think this button is good. So, Kami, I also have this, so I tried, but my hitbox is not good, so I just... Ah, so he talks, are you still use stick? Yes, I tried the less, I checked, too bad. My papa is not good.そうだ、結局レバーを使ってんだけど、ヒットボックスには常に、興味を持っている NL さんでございます。
他のブースも見てみましょうか。またこちら戻ってきます。いろんな新しいメーカーさんがあるんだな。これはビクトリックス。今のところはこれもうでも試合のカジュアル台だ。フリープレイ、ここでみんな練習をしている模様です。これはねエボいつもあるアーケードコーナーです。はい。お連れの方もいらっしゃいます。入ってみましょうか。大型兄弟、ガンレボ。右側並んでおります。そしてこっちは、シューティングゲームだね。タイムクライシス、タイムエクステンション。太鼓の達人の、あ、はい、あ、はい、Thank you。 太鼓の達人じゃない太鼓ゲームもあるんだ。はい、イニシャル D ある。はい、これタダでできるのかな。入っちゃえばタダだ。エントリー費ででもすごい、いくらだっけ、180ドルとか今回エボ結構長くねしてますんで、ここで元を取っておこうかな。ストライク立ってやる状態だ。もちろんレバーはナスレバーでございます。ナス、石橋シャンプー。まあでもありとあらゆるジャンルのいわゆるビデオゲームが揃っておりますね。お、そしてついにこちらは、なんていうの、これグラストバーサシティかな、グラストシティか。こちらがいわゆる格闘ゲームコーナーと思いきやシューティング。なんだこれ、謎の格闘ゲームあるな。あ、これあれだ、ソニック、ソニックの格ゲーだ。これあれじゃない、新意見じゃない。お、セーラームーン、シャオハイが一世を風靡したと言われる。出た、ストリートファイターザムービーです。しかもアーケード版。これ左はゴーキです。で右がジャンクロードバンダム主演のガイル。あ、懐かしい、これストライダーヒリュー2 2だよ、あ、2、これね、高校の近くのゲームセンターに通ってた時に新作として入ったんだよな。お、カフェスコーナーです。まさかいねえだろうな。あ、よかった、まだいない。絶対大吉さんこの付近に乗ってくるから。今回ね、ストリートファイターも SNK の、まあ、ガロとコラボレーションをしておりますので、ひょっとしたらこれの次回作があるかもしれません。これいわゆるビューリックス兄弟だ。
懐かしいなこれ。アクセントコアか。あ、でこれあれだ。2XKO だ。もう稼働してるの？あ、スモツやってるっぽい。そうだ、今奥の人がプレイして、手前の人は全く動いてない。手前の人もどっかで出てくるんだろう、紹介したりして。お、また今度は前の人は、え、今の奥の人たち連携プレーすごかったな。ちょっと動いてるもん、両方の人が動いてる。手がこういうゲームになっていく、行くんでしょうか。発売はね、また来年ということなんで、じっくり待ちながら期待したいと思います。で、またこちらは、イラストコーナー、すごいかっこいいイラストが並んでますね。おお。もらいました。Thank you. Thank you. Thank you. Okay. ムキムキだな。ちょっと今剣一本なんだけどな。あ、でも何やともあれ、ありがたいです。あとはまあ企業ブース、わ、やばい、戻らなきゃ。はい、ヒットボックスブースを後にしまして、私は、F173、 僕のプールの試合ですね、そちらへ向かいたいと思います。ストリートファイターはね、こちらのエリアと全く反対方向ゾーンでございます。あと10分ほどでね、試合が始まります。おお、へい、おお、へい。これはモータルコンバットか。意外と和風なんだ。こっちだよな。いや、会場広いな。端から端まで移動するだけでこれ5分ぐらいかかっちゃうんじゃない。さあ、今移動中なんですが、あそこに映ってるのはピンク紫のガイルということ、あれ大黒かな。あ、そうだ、てかやっぱあのコスチュームって重要なんだな。色でわかるわ、誰だか。173、この列かな。それいい。ほら、170、外国。そうだな、オフードプゲ。どうもっす。どう。
だからもう結構早い段階で抜けてたよ。じいじだからね、まあ、やばかったけど、かなりやばかったな。絶対的にやっぱみんなのレベル高くなってそうだな。マスターは多いよ。あーマスター MR がどんぐらいかっていう感じだろう。これ1700ぐらいの人。こっちの1700ってやっぱ結構強いだろうからね。そうだね、まあ、ちゃんと何でもできますよね。かけるカワのかあれカワのもいい。 OK 行ってくるか。はい、たった今無事1日目は無傷で、戦い抜きました。今ねあのリジェクトの郷さんとフードが飯とかは飯はね一応食ったわ。あ、そうだね。フォー食った。フォーどこでこの近く、ね、タクシーで10分ぐらい。あ、行ってきたんだ。まああんまりこんな話をするのはなんだが、明日負けたら多分明後日どっか食べに行くんだろうな。あ、でも俺あれだ、今回火曜帰りなんですよ。長いそう。いや明日とかどうなっちゃうんだろうな。もう3回ぐらい勝つともうやばいよ。そうだ、ネームド、真のネームドと。さあエボ会場を後にします。コンベンションセンターね。やっぱね今回みんなホテルがバラバラで、うん、やっぱみんな寂しいと言ってるね。ああ、いやでもこの規模になるとな、なんか全体でまとめるさ LINE とかってさ作ると、うん、すごい規模になるじゃん。今まではなったんだけどね。200人とか200ないけど 5,60 人ぐらいいる。毎回さ海外行くとさ LINE 作って、まあ作るね。エボはなんかでも、ま、最近は個別な印象があるんだけど、いや最近むしろ海外もみんな結構個別多い。まあそうだよね。まあライバルになっちゃいましたから。敵ってことか。SFL で。寂しい話やな。多分それはあるだろうね。あと固まんなくても生きていけるようになったね。ああそうかも。みんな自立自立。前は一つの集合体になる必要性があった。いやあとね規模が大きくなると それなりに、ね、今は結構みんな。いけるじゃん。ガチ君とかも英語いけるし、うん、ジュニアとか立川も若いのもいるから。俺若いやつの背中をついてた方がいいな。確かに。はい、無事ね、エボの大会の初日なんとか抜けまして、今からこちらのコリアンバーベキューキムチ24時間バーベキューかもしくは寿司もあるという。寿司は食わなかった。寿司ってイタレリ尽くせりじゃん。あれその日本の寿司カリフォルニアロールかな。いやもういやそれはこれからハイタニが絶対カリフォルニアロール海外の寿司ってでも本当食べないよな。まあ普通の寿司は基本出てこないですからね。そうだね、サーモンですね。まあそうね。はい、このキムチという店に来ましたが、私がオーダーするのはこのね、やっぱり寿司ですよ。こっちで寿司って食べないよね。なかなか食べないです。寿司よりもなんかカリフォルニアロールっぽいのがやっぱり醍醐味じゃないですか。カリフォルニアロール以外は食べたことないっす。だからいわゆる普通の日本的な寿司はないっす。一応これ頼めるんだろうな。楽しいですよ。どうなんだろう。やっぱこのスペシャルロール山寿司中でもやはりこの一番下のノーネーム行ってみようかな。これが1日目の勝利を祝して乾杯乾杯乾杯。無理やり付き合わせました。コーラとか飲むんですか。まあ、コーラゼロ専門ですよ。でもゼロやったら飲んでいいんですか。ゼロやったらもう無限です。だからあのカフェインが入ってるらしいからあんまり飲むと寝れなくなっちゃうから気をつけないと。これかあれ高浜
んだっけ、すごい思ったより量がすごいんだ。なんだっけ、ノーネーム、ノーネームカルフォルニアロールです。アボカドの玉ちゃうか、ダン、オーケー、ダン、近いね、アベルス大体もうこれですね。バーミヤンとかこれのイメージ。いただきます。ノーネームカルフォルニアロール、うん、いいじゃない。エビの味する、エビとサーモン、あとソースがこのなんていうんだっけ、サザンアイランドドレッシングみたいなソースがあって、うまくね、あの味を整えております。さらに上には天かすが乗ってて歯応えも抜群、これはなかなかあの当たりだと思います。すごいな、でっかいねお皿。アメリカンサイズやな。これはけど肉あった方が良かった。プルコビめっちゃ熱そう。写真撮る。何谷がプルコギ石焼きビビンバ。フードがあれカルビビビンバを頼んだら、なんかカルビとビビンバがまあ来ちゃった。私のオーダーがあまり伝わってなかったのかもしれません。美味しい。どうですか。熱そう。めっちゃ熱いですね。でも味付けがすごいしっかり。お肉は大きいから。お肉が美味しいから、まあ大丈夫そう。おはようございます。うまっ、めっちゃうまい、うまいカルビ、ね、さあこれはこの前韓国行った時の小皿、小皿のはずなんだけど大皿です。何か分かんなかった。豚、いや豆腐的な大豆とかそっち系じゃないかな。どうすよ。なるほど。さらに、いやこれまた明日あるけど結構食べちゃうな。なんとフードさんが心よく無事だったね、じゃんけんに負けて、ね、おごってもらうとなりました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。さあ、でもかなりうまかったね。美味しかったね。あのていうかこのこれ昨日も食べた。そう、これが美味しかった。美味しかったな。これで明日に備えてもバッチリです。はい、コリアンバーベキューから戻ってきました。こちらですね、今何時になるんだ ?10 時半。で、明日の、プール、また第2プールですね、が、午前10時からなので、今日は、まあ、かなりね、早めに休んで、明日に備えようかと思います。まあ、明日はね、一気に、トップ6まで決める日なので、非常に長丁場が予想されます。まあでもなんとかね、まあ準備はやりましたので、あとは、しっかりと自分のプレーをするのみ、頑張ってきます。今日は、この辺で、おやすみなさい。また。